現在放送中の NHK 朝ドラ、エールの第16話、4月20日に、二階堂ふみ演じるヒロインの姉役として、元 SKE48 メンバーで女優として、活躍する、松井玲奈、28、が初登場し、注目を集めた。現在、コロナウイルスの影響で NHK では、同ドラマの撮影が中止されているが、昨年から取りためた分で順調に放送が続いている。松井は、作中で早くも、一波乱起こしており、今後も、コンスタントに出演が続きそうだ。朝ドラに関しても2018年後期の、満腹に続き、今回は2度目の出演となる。SKE48 を卒業後、女優として活動している、松井玲奈。主演こそないものの様々な作品で存在感を見せている。スポット的な役割であるが、かなりの本数の作品に出演しており、それなりに需要があるようだ。グループ卒業したものの、なかなか活躍の場を見出せない元メンバーたちがいる中で、なぜ彼女は存在感を発揮し続けていられるのだろうか。そもそも松井玲奈は SKE48 で不動のセンターだった松井樹里奈と比べてもマイナーな存在でしたが、オタク趣味など独自の存在感を見せつけ自力でファンの人気を獲得。いつしか W 松井と呼ばれるまでになりました。 AKB グループの中でオタク要素が強いのが SKE48 でしたが、それを印象付けたのも彼女やメンバーのオタク仲間たちです。なので息の長いコアなファンがついているんです。タモリとモラクブやアメトーークなどのバラエティにコンスタントに出演しているのも強いですよね。バラエティにもハマるので、番宣にも出しやすい。そうしたプラスアルファもあって、起用されることが多いのでしょう、民放ドラマ制作スタッフ。演技力の面ではまだまだ未知数だが、熱心に成長を続けているようだ。正直に言えば、それほど演技に見どころがある感じではない。でも、元アイドルなので花があり、出ると映えるんです。松井さんはアイドル時代から将来は女優になりたいと言い続けていましたし、ドラマや映画だけなく舞台にもしっかり出ていて徐々にスキルアップしてる感じはしますね。やっぱり舞台に出ると演技力には格段に磨きがかかる。おそらく芋洗い状態のグループの中で自分を磨いてきただけあって根性があるのだと思います。なかなか大きな結果が出ていないとは思いますが、そういう成長があるとスタッフも嬉しい。地道な努力でますます存在感を増していってほしい。処女作短編集の出版でも話題に。一方で、すでに彼女が元アイドルだったことを忘れている人もいるはず。事務所としてもアイドル路線は消したい過去のようだ。松井さんの活躍の裏には敏腕マネージャーのプロデュース力があると言われており、話題になった短編小説集カモフラージュの執筆を積極的に進めたのもその方だそうです。松井さんの意向を汲みつつ丁寧に導いてあげているとか。メディアのインタビューでもアイドル時代の話は基本的に NG になっているんですが、それが功を奏したとも言えます。テレビ情報誌の編集者、ドラマウォッチャーの中村雄一氏は彼女の女優としての魅力についてこう分析する。透き通るような透明感と清潔感、それがまず一番の魅力です。エールで演じているおしとやかな長女役はぴったりのハマり役です。
演技面ではアイドル活動と並行して主演を務めた名古屋行き最終列車2012から2019年や連続ドラマ初主演作である神奈川県厚木市ランドリー茅ヶ崎2016年などのローカル初ドラマで修練を積み重ねてきたことが大きい。中でもランドリー茅ヶ崎は滝藤賢一や岸井ゆきのも出演していた隠れた秀作ドラマです。それらの作品での経験が今形となって現れてきているのでは。一方で鉄道、アニメ、漫画、特撮マニアであることを公言し、かつスマートにコメントを述べることができるトークスキルも持ちている。一見おとなしそうですが、彼女が隠し持つそんなギャップと多面性が多くの人の心を引きつけるのでしょう。そんな松井玲奈もまだ28歳。30代はどのようなキャリアを積んでいくのか非常に楽しみだが、熱心なファンやスタッフが彼女を支え続ける人がいる限り今後も成長し続けるだろう。